どうも、影やんです。今日はですねお客様のニーズに応えることがお店のためになるということについてお話しさせていただきます。えー、僕はね、えー、一人で、えー、店舗をやってお店をやっている、えー、自宅店舗なんですけどもじゃ自宅兼店舗なんですけどもねほんでこうお客様にねこうリクエストされる、えー、ことがあるというか。 えー、先日もねちょっとあったんですけど僕は指圧をベースとした、えー、施術をここからいろんなことをこう組み合わせたりこういろいろ試しながら作り上げてる、えー、施術になるんですけども、えー、それがねちょっと苦手な方もおられるんですね。その苦手というのはですね指圧をぎゅーっとこうゆっくりぐーっと押してですねでゆっくり溜めてゆっくり。 くっくり話すと、えー、いう形のこう基本ベースがあってそっからいろいろ変えていくんですけどもそのお客さんはそのギュッと押すのがねちょっと苦手やと。んでそういうのが好きな人もいるやろうけどもって言って私はちょっとそれは嫌でもうちょっと揺らすというかねこう これ系って言うんですけど、そういう形の方がいいとで、そのお客さんがまたね。こうちょっとこう特殊というかですね。その施術をする場所がね。 えー、僕の,そのマニュアルというか基本通りの、えー、施術の仕方ではなくてですねその人の独自のねもんで欲しい場所がいろいろあってですねそれをこう注意深くね、えー、聞いていってですねそれを施術をしていくという形ですね。ほんでこれややったら気持ちいいやで って言ってこうしてくださいとかこういろいろ言っていただいてですねそれをこう答えてそれに答えていくという形を取らしていただくことによってですねそれをこうまあ一生懸命こう相手のリクエストに応えるようにこうやっていくますよねでやっていってる間にですね、えー、あこれは使えるなと自分のになかった施術 がそこで加わったりその新たにそのお客さんがこれがやった気持ちむちゃくちゃ気持ちいいからって言って教えていただいた施術をこうお客さんに次こう試していくと試していくれた失礼ですけどもまあ、大丈夫やろうと思ってるその自分の中にある程度の感覚はあるんですけどそれでこうやっていくとそうするとあっむっちゃ気持ちいいってこういうまあ全員が全員そう思ってかわかんないですけど結構そういう反応があってあっ えとこうグーッと押すやつも押しやつもいいんやけどこっちもいいねっていうことで両方が加わったそれ,それに加えて他のねえ僕の発想にはなかったようなそのえ施術っていうかまあまあそういうやり方っていうのをこうお客さんに教えてもらってそれをやったらまあまあ,あの喜んでいただくお客さんが増えたと。 いそのお客さんにねお客さんのニーズに応えることが結局お店にとってすごくいいプラスその人だけのね、えー、ことを応えてその人だけが満足するんじゃなくてそっから、ねえー、発展させてというか自分のこうお店のこうスキルアップになってるんですねほんで,、うん、でお客さんがねこう教えてくれる教えていただけることってものすごいあってですねそういう,こう、えー、まああのー ヘッドマッサージですねドライヘッドスパの施術をこうやってくれた私はお金払うでとかいうことも言っていただいたりですねでそういうのをこう自分で作っていこうというふうに考えていますしまあまあなかなかそっち側まで行けてないんですけどそれであったりとかですねあとそそうういうその 女性のお客さんとか言って、やっぱり頭の,その施術をの量を増やすことによってですねお客さんがグッと増えましたっていうそういう同じようなそういう仕事をしている人が来ていただいた時に言ってはったんですねだからそういうもんなんかなと思ったりとかですねでまあまあ,あのいろいろ他にもですねあのどういうんですかねその 姿勢が悪いと、お年寄りの方なんです。80代以上のお客さんで姿勢が悪いということでそのこう悩んだはったというかこういうことですっていうところで、えー、僕は姿勢強制ベルトというかそういうものをこう。 えー、以前買ってたんですねこういう誰かが使えたらいいかなと思ってこう仕入れてたものがあってそんなにたくさんあるわけじゃないんですけどでそれをこう、まあ、も,うもうだいぶ前の話なんでもうかなり格安で、えー、お譲りしたんですけどそしたらだいぶ喜んでいただいたりとかですねそういうお客さんからこういろいろねこう言っていただくことによってそのサービスがこうアップする施術力がアップするそのことによって店のそのね えーまあ、魅力というかそういう実力というかそういうものがこうアップすると。で一人お客さんでちょっとねこう体がちょっと不自由な方でこう雨の日にですね、えー、傘がさせないと、えー、傘がさせないので雨の日はちょっと予約しててもいけませんっていうふうにおっしゃられたんですね。で近所の方やったんでそしたら僕送迎しますわと。 あの「送迎させていただきますそれでどうですか?」って言ったら喜んでくれはってほんで「あこの送迎サービスっちゅうのもありやなと」とで送迎のお金は取らないんですもう無料なんですけどもただしね60分以上のこうお客さんに限りますということでこうちょっと区切らせてはいただいてるんですけどあとご近所の方っていうことをこう言ってるんでただそのサービスを。 される方っていうのはほとんどおられないで僕の考えの中でもねやっぱりその来ていただいた方がいいからとその歩くこともそうですしそのやっぱ来ていただくっていう形僕は送り迎えそこまで全部やるっていうのがお客様のためになってるかどうかっていうのは分からないその方はねちょっと体が不自由なんで、えー、僕はそうさせていただくということですねだからその辺でうちのお客様全部分かっとはるというかそういうサービスしますよって言ってもなかなかその。 えー、お受けにならないということがある。ただちょっとこう雨が強く降ってですね、そのご高齢の方やとちょっと。 送りますって言ってパッと送ったりとかそういうことをこうさせていただいてその辺は臨機応変にさせていただいてただまあ晴れててまあ歩いた方が体にいいんでそういう場合は歩いていただくとただ体が不自由足が不自由であったりするとですねそのまあまあ送らせていただいたりとかでちょっとこうまあまあそうですね雨とかねそういう時はこうねちょっとこう送らせていただくあとこう夜が遅くなっててちょっとその。 送るさせていただくとかそういううういいことですねそそううサービスもそれもそういうお客さんのそういう、まあ、ニーズに応えるというかそういう来ていただいた方がいいんでそこから作り出したそのサービスであったりとかでこういうサービスっていうのはなかなかね、えー、大手というかそういうところはなかなか難しいからそこまでやってると多分人件費合わないと思うんで僕は個人でやってるんでなんぼでも勝負できるんで、えー、そういうサービスはこう増やすことができるというところですね。 ということで今日は、えー、お客様のニーズに応えることが、えー、お店のためになるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。